山口敏太郎の、読書生活、超やばい、裏仕事。これ宝島から出てるものなんですけどね。なんか与沢佑さん、あの秒速で億稼ぐ男ですね。まあ、あの落ちぶれてそれから復活したみたいですね。他にもいろんな業界のですね、給与明細とかですね、 NHK で扱われない裏のプロフェッショナル60人を徹底取材。これ宝島から出てますね。宝島から556円。弊社の若手ライターも何人か参加しております。宝島から出た、超やばい裏仕事、これを、お勧めします。それから同じくですね、宝島が出たこれなんですか、これは、刑務所の本ですね。やばい刑務所体験、やばいやばいですね、やばい刑務所体験ですね。これも宝島が出てます。これは、いくらですか、600円プラスデーになってますね。こちらの方にもうちの方からライターが何人か参加しております。やばい刑務所体験というのをお勧めします。両方から宝島が出てます。宝島なんですけど、すごいコアマガジンテイストを感じませんか。コアマガジンのマッドマックスをやっていた、片山さんがですね、編集長の片山さんが、宝島に行って作っておりますので、限りなくコアマガジンテイストがしちゃう本になってます。やばい刑務所体験、はい、こちらは超やばい裏仕事、どちらも関わりにならない方がいい体験なんですけども、ちょっと覗いてみたいと皆さん思いませんかね。怖いものを見たさで、ちょっとあまり体験できないことを体験する、それを取材した結果、こういう本になったそうです。うちの若手も参加しておりますので、皆さんぜひお勧めします。